ヨーロッパにおける勢力均衡は第一次世界大戦以前のヨーロッパの国際関係を示すものである。現代のヨーロッパの体制では1815年のパリ条約により誕生した19世紀の政治的概念よりも国家間を超えた欧州連合のようなスープラナショナリズムが適切である。この仕組みはヨーロッパ国家体系として知られる。 どのヨーロッパの国家も単独で覇権を確立することなく、一つの大陸の一部分を構成する状態を示し、少数の同盟が構成されて、それぞれが争っている状態が最善の状態である。これはすなわちヨーロッパにおける絶対的な力が確立される状態を防ぐことを意味する。 16世紀と17世紀の間、イングランドの外交政策は、ヨーロッパにおける一つの世界君主制を作ることを阻止することであった。当時、多くの国がフランスとスペインは、世界君主制の国になりうると考えていた。勢力均衡を維持するために、イングランドは、ポルトガル、オスマン帝国、オランダなどの他国と同盟を結び、脅威に対抗した。例えば、アウクスブルク同盟は、 ルイ14世とルイ15世のフランスに対抗することが目的であった。イングランドとオランダはしばしばヨーロッパの同盟国の軍資金を援助した。18世紀は主要なヨーロッパの列強間でカドリーユが演じられていた。この演者となった列強はオーストリア、プロイセン、イギリス、フランスであり、外交革命以来一つの国家、あるいは一つの同盟が覇権を確立することを 幾度も不正だ。この時代に多くの戦いが生じたが、これらの戦いは少なくとも部分的には勢力均衡の維持を目的としていた。この時代に起きた戦いはスペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争、バイエルン継承戦争、フランス革命戦争、ナポレオン戦争が挙げられる。イギリスの七年戦争での成功により多くの列強は、 フランス以上にイギリスが強大な国力を持つと考え始めた。いくつかの国がアメリカ独立戦争中、イギリスの国力増大を防ごうと、英霊領アメリカの13植民地の独立を保障した。19世紀の間、平和を持続させるために、ウィーン体制は勢力均衡の維持に努めた。領土の国境線はウィーン体制によって維持され、より重要なこととして、 あらゆる侵略は認められなかった。一方、歴史家のロイ・ブリッジによれば、ウィーン体制は1823年には崩壊していた。1818 18年、イギリスは自国に直接影響しない大陸の事案について関わらないことを決めた。イギリスはアレクサンドル一世による将来の革命を抑圧する計画を拒絶した。ウィーン体制は、 列強の共通の目的である政治的、経済的な競争の激化に伴い崩壊した。アルツはベローナ会議によってウィーン体制は終わったと述べている。1848年革命によってウィーン体制において決められた国境線の見直しを要求されたが、この間に旧体制への反動のための会議は開催されなかった。1850年以前、 イギリスとフランスがドイツを支配していたが、1850年代のプロイセンとロシアの兄弟化を非常に懸念するようになった。1854年から1855年に行われたクリミア戦争と第二次イタリア独立戦争によってヨーロッパの列強間の関係は粉砕された。1870年にドイツ帝国が成立して大陸の支配的な国家となり、 ヨーロッパ間の勢力均衡は再構築された。そこから20年の間、ビスマルクによる条約の提案と三国同盟のような複雑な同盟関係の構築により、勢力均衡が維持された。1890年代にビスマルクが首相を辞職した後、ドイツ帝国は外交政策を拡大政策へと変更させ、新たに 第一次世界大戦の引き金となる脆弱な同盟を形成した。第一次世界大戦後の主要な条約であるベルサイユ条約の基本方針により当時の外交政策を支配していた勢力均衡は廃止され国際連盟に取り替えられた。1920年代と1930年代に3つの思想によってヨーロッパは分断され国際情勢は混迷した。イギリス フランスが率いる自由民主主義国家、ソビエト連邦を率いる共産主義国家、ドイツ、イタリアが率いる権威主義国家の3つである。民主主義国家がナチスドイツの台頭を防ぐことができず、第二次世界大戦が勃発することになり、一時的にイギリスとソ連が同盟を結ぶことになった。イギリスは1939年のソ連によるポーランド侵攻を攻めることなく、 ドイツに戦線復刻した。ドイツのソビエト侵攻後、イギリスはソ連の側についた。第二次世界大戦後、連合国は二つの陣営に分かれて、東西の陣営での勢力均衡が生じた。東側諸国はソビエト連邦と中央、東欧の社会主義国家により構成されており、西側諸国はアメリカ、イギリス、フランスとアイルランド、スウェーデン、スイス、 ユーゴスラビアを含む中立国によって構成されていた。ヨーロッパの民主主義国家の大半はアメリカ、カナダと北、大西洋条約機構を結んだ。北、大西洋条約機構は今日も続いており他のヨーロッパ諸国にまで拡大している。最初の北、大西洋条約機構事務総長であるイスメイ教はこの組織の重要な目標についてロシアを排除し、 アメリカが介入し、ドイツを沈めることであると述べている。NATO の5カ国の指導者トペトロ・オレクシー・ヨビチ・ポロシェンコが、ウクライナ問題を議論している様子。20世紀後半から EU の4つの大国である、イギリス、フランス、イタリア、ドイツは、e、EU のビッグ4と言及される。ヨーロッパの地域大国と EU の構成国は、それぞれ G7、G8、 G20 を代表している。NATO5 カ国はアメリカとビッグ4によって構成される。G4 は特に4カ国の指導者層の階段にて用いられる。さらに、イランの核開発問題の中 G-3 はしばしばフランス、イギリス、ドイツの外務大臣の集まりのことを示した。一方、ポーランドとスペインの内務大臣を含んだ集まりは G6 として知られる。 ヨーロッパ最大の経済力を持つドイツは2010年欧州ソブリン危機の際にはしばしば EU の経済的リーダーとみなされた。一方国連の安全保障理事会であるフランスとイギリスは2011年のリビア飛行禁止空域のようにイタリアが実際の攻撃を行うことになったとしても外交、安全保障の問題においては主導的な立場にあった。これらのバランスは 2016年のブレグジット以降、どのように変化するかはまだわからない。しかし、西欧とロシアの戦略的バランスが拡大し、ソ連の崩壊以降2つの勢力の国境線は東に大きく押され、かつての中央の共産国は EU と NATO に加入している。ありがとうございます。